い、どうも、金子でございます。ということで、本日の食材がこちら、よっこい亀の手っていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら、亀の手っていうことでね、生の亀の手たくさん買ってきました。しかもこの亀の手見てください、めちゃくちゃ立派なんですよね。なんで亀の手っていうかというと、まさしくこの頭の部分ですね、ここが亀の手みたいじゃないですか。なので亀の手っていうみたいですね。で、この亀の手、魚屋さんで見かけることはまあほとんどないですね。けど北海道の一部の地域を除く海岸、どこにでもいるみたいですね。ちょっと僕も浜に行って見に行ってみましょうか。さて、磯にやってきました。綺麗だな。さて、亀の手なんですけどね、意外にもね、こういうとこにもいるんですよ。岩のところ、こういうとこにいたりするんですよね。で、あとああいうね、テトラポットの隙間とかにもいるんですよね。あ、いた、これ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 、これが亀の手、これですね。まあ、ちょっとね、漁業権の関係もあるんで、あんま取らない方がいいので取らないんですけど、こういうとこにこう生えてるんですよ。テトラポットがあって、テトラポットのここです。で、これをミノとかトンカシとかで取ると、こうニュッとああいう風に出てくるんですよ。あ、ここにもいますね。ここにも。で、これがフジツボですね。これもね、食べれるんですよ、大きいとね。で、この隙間に見えるちょっとね、気持ち悪いやつ、これもね、貝なんですよ。ヒザラガイっていう貝で、これも食べれるみたいなんですけど、僕食べたことないですね。で、これはケガキかな、このカキなんですよね。一応毛が生えてるような。で、これイソギンチャク。やっぱり磯は楽しいね。うん、というわけでね、いましたね、たくさん。まあ、でもああいうね、磯とかで海産物を採取する際は、ちゃんと漁業権があるかないかをチェックしないと取っちゃダメなんでね、むやみに取るのはやめましょうというね。で、この亀の手っていう生物はエビとかカニとかと一緒で甲殻類になるんですって。で、この亀の手むちゃくちゃうまいので、すごくいい出汁が出ますんで、今日はこちらの亀の手を使って3品作っていきたいと思います。1品目、やっぱりこの食べ方が王道ですね、亀の手の塩茹で。2品目、この亀の手の上品な出汁を使ってお味噌汁で。3品目、亀の手の身を使ってパスタ。こちらの3品作っていきたいと思います。で、亀の手はとても汚れがついてます。なんでね、綺麗に洗わなきゃダメ。まあ、塩茹ではそんな神経質になんなくてもいいんですけど、出汁を使う味噌汁とかは本当に綺麗に洗わないと汚れがたくさん出ちゃいますんでね、綺麗に洗っていきましょう。ボウルに入れてお水を注いでガシガシ洗っていきます。で、洗うときに亀の手同士をこすり合わせて、ここで汚れを落としていく感じですね。で、一発目でもこんだけ汚れますからね。ほら、これが海の汚れなんで、これをしっかり取っていきます。はい、ではこのように綺麗に洗いました。こっちが塩茹で用、こっちがお味噌汁用ですね。お味噌汁用の方はより綺麗に洗っておきました。もうピカピカです。そしたらこちら塩茹でをしていきましょう。で、沸騰したお湯に塩ファサーで、ちょっと醤油も入れようか。醤油も少し入れて、塩醤油茹でみたいな、そんな感じでいきたいなと思います。で、ここに亀の手をジョーン。これで10分ほど茹でていきましょう。ほら、こんなに砂が溜まってましたよ。汚いですね。で、こういう風にアクが出てきたら、アクはこまめに取りましょうね。亀の手はね、アクがめちゃくちゃ出ますからね。で、アクを取る時の基本なんですけど、こう手前に寄せて、こう手前ですくう。これがね、和食の基本みたいですね。はい、で、茹で上がりましたので、開けていきましょう。本当にね、カニとかエビとかサザエとかを豪快に茹で上げたんだろうなっていう匂いがします。はい、これが茹で上がった亀の手、美味しそうですね。早速じゃあ茹でたてを一ついただいてみましょうか。で、食べるところはここですね、このブニブニしたところ、ここを剥いちゃいます。ライチの皮みたいな感じですね、そんな感じ。はい、で、こういうね、鶏肉みたいな身が出てきました。意外にね、ちっちゃいんですよね。で、これを引っ張るとプリンと出てきます。で、ここを食べると、めちゃくちゃうめえ。この亀の手の部分ですね、ここの部分にこういうね、満脚って言って、こういう黒いトサカみたいなのがついてるんですよ。で、亀の手はこれを使って
水中のプランクトンを食べてるみたいですね。で、ここはね、食べれなくはないんですけど、ジャリジャリしてて、味もあんまりないので、基本ここは食べません。で、パスタに使う身を剥いていきましょうか。ちょっと大変ですけどもね、ここだけ、こうやってスポッと剥いて、で、こう、満脚がついてきたら、これ外しちゃうと。ここの部分ですね。これをどん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 剥いていきたいと思います。はい、ではこのようにたくさん剥けました。中身こんだけですけど、これの殻がこんだけですからね。食べられるとこはこんだけしかないんですよ。じゃあこれはパスタ用に残しておきます。じゃあサクッとお味噌汁から作りましょうか。これ出汁が本当にうまいからな、この貝は。洗っても洗っても汚れは絶対出てきますんで、何十回何百回も洗わなくてもいいかもですね。そしたら火にかけて、で、アクを取りつつ沸騰させます。はい、で、アクが出てきましたら、アクは丁寧に取っていきます。でも綺麗に上がったんで、アクも少ないですね。もうざっくり大きいアクだけ取っちゃえばもう大丈夫です。もうこのぐらいで OK ですね。そしたら火を止めて、お味噌溶かしていきます。僕はミックス味噌が好きなんで、ミックスでいきます。で、そんなにね、強めに味噌引かなくてもいいかも。亀の手自体の出汁が強いんで、お味噌は味を決める程度、そんなもんでいいと思う。よし、できた。どうだ。うまっ。上品だけど、すごくパンチがある出汁が出てます。うまい。これはね、亀の手でしか出ない味ですね。はい、そしたらパスタ作ります。材料がこちら、唐辛子、ニンニク、パスタ、白ワイン、オリーブオイル、亀の手。この材料でピンときますよね。アサリのボンゴレみたいな感じで、亀の手のボンゴレ作っていきたいと思います。絶対うまいと思うの。まずはこちらでパスタを湯がいていきます。で、湯がいてる間にフライパンにオリーブオイルたっぷりと、で、ニンニクですね、国産のいいニンニク、これをバンバンと潰して粗みじんにしていきます。サク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 と。で、これをフライパンにドーン。で、お次は鷹の爪。で、鷹の爪はこうやって水につけておくとね、切りやすいですね。よし、 OK。 で、これもドーン。で、火にかけて、で、弱火でじっくりとニンニクの香りを出していきます。はい、で、ニンニクの香りが立ってきましたら、そこに亀の手、これをドサッと加えます。ちょっと多いか、ちょっと多いかもまあいいでしょう。ちょっと塩しましょうか。で、そこに軽く白ワインも入れます。軽くね、ちょこっと入れます。ここにパスタを加えます。で、絡めていきます。ちょこっと茹で汁入れます。で、ある程度スープを残して、はい、 OK。 そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よし、じゃあ食べていこう。これパスタがね、すっげえいい匂いすんの。これはお楽しみとして、まずはこの塩茹でからいきましょうか。おっきいとこは残しておいたんですよ。この汁ね、この汁も、うまい。身はね、こう結構ちっちゃいんですよね。で、これ引っ張って、で、さっきも説明しましたけど、この黒いところは、満脚って言ってあんまり美味しくないんで食べません。この中に入ってるんですね。で、この隙間があるんですよ。この隙間からパカーッと開けて、この満脚を広げてプランクトンを食べるみたいですね。じゃあこちらいただきます。うん、うまい。もうね、止まらんのよ。全甲殻類がこの中に入ってるって感じですね。エビとかカニが好きな人はもうこれたまんないですよ。これちょっとこれ食べれるんですよ。今日はこんな感じでね、うまい。ちょっとフライングですけど、でん、銀色のやつ。これは銀色が進みますわ。
早くこの口の中のカニカニエビエビした感じを残したままビールが飲みたい。はい、こちらもう割合なんていいですね。いただきます。これ大ごちそうだよ。汁いきましょうか。汁を、本当はパスタ伸びるから早くパスタ食った方がいいんですけどね、ちょっと今汁が飲みたい。これです。移してこの汁をいただきたいと思います。あーうまいな。こんないい出汁が出る生物がさ、浜辺にそこら辺に生えてるんですもんね。でこれはもちろん身は食べれますからね。うん、うまい、大好き。お次はこちらですね。おそらく亀の手200個入ってると思う。パスタくるくるくるっとして、この亀の手もたくさんすくって、でこれと一緒にいただきます。うん、ちょ待って、これむちゃくちゃうめえ。これはお店で出せます。僕もし料理屋さん開くんだったら1日10食限定とかでこれ出したいもん。値段はね1580円。これ何がいいかっていうと、もう食べやすいですよね。アサリとかは殻めくんないとダメですけど、これパスタ丸めてですくってこれできますから。うん、うん、まあ、ほんと海の恵みに感謝だよね。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日はたくさんの亀の手を使って料理してみましたけども、めちゃうまい。僕のお腹の中にあの大量の亀の手が入ってますからね今。でたまにね居酒屋とか行くと置いてありますんで、ぜひ食べてみてください。うまいです。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。